エビハラヒロユキは日本の男性元プロボクサー。東京都福佐市出身。本名は松田博之。競泳ボクシングジム所属。元 WBAWBC 世界フライ級王者。日本人初の二団体統一世界王者。東京都立第五商業高等学校中退。同じ階級のファイティング原田、青木勝利と共にフライ級サンバガラスと呼ばれた。 10代のエビハラは、メグロのトンカツ屋で、出前のアルバイトを募集していたために面接に行くと、いかつい顔の店主がじっと彼の体、特に足を見て、縄跳びしてみろと言った。何の意味があるのかわからなかったものの、とにかくバイトで金を稼ぎたかったエビハラは、店主の言うままに、ジャンプやダッシュを繰り返した。この親父は面接の後すぐに店を畳んでいる。この店主、実は、 豪傑で、名高いライオン、野口の皇帝で、野口ジムの四天皇と呼ばれたファイター型のボクサーだったが、ボクサーを辞めて、マネージャーとなるとヤクザにたかられる毎日でほとほと、嫌気がさしたので、仇になろうとジムの後輩山の神淳一を、大番頭に、新規一転、とんかつ屋を開いたばかりであった。そして、この店主が後に8人の世界チャンピオンを誕生させた、金平正樹である。 金ピラと信仰のあった安倍常ジ,ジは仲間と一緒に回転祝いを出したのにすぐに閉めたことに文句を言いに来て金ピラから聞いたのが上記の証言としているがこの説はあまりにドラマチックであり実際は面接に来た少年と金平が世間話を始めたのが始まりという説もあるともかく運命の出会いを果たした二人は菓子折りを手に方々の事務を借り練習を始め 馬小屋を改造した、ささやかなジムを拠点とした。これが、競泳ボクシングジムの歴史の始まりである。同時期のライバルで後に親友となるファイティング原田は、エビ原は天才だったと述べており、名王者、リカルド・ロペスも、大橋秀幸との対談で、エビ原の実力を高く評価している。当時数多くの競合がひしめいていたフライ級の、戦線で、原田にこそ敗れたが、 サンバガラスのライバル青木勝都市、東洋王座を柔度防衛する中村強し、後の世界王者、チャチャイチヨノイ、そして現役世界王者、ポーンキングピッチを初回庫で国内歴代3位となる29連勝達成、連勝ストップ後も海外で、後の世界王者、ラクラントーレスに日勝するなど、フライ級では屈指の実力者であった。その実力の高さから、 コーンを破る世界王座を獲得したサルガトーレブルニの陣営が、堅くなにエビハラとの対戦を拒んだというエピソードもある。天聖のリズムと絶妙のタイミングから放たれる、左ストレートは、カミソリパンチと称され、その強打を駆使し、国内歴代2位となる33校を記録。師匠で、数多くの世界王者を育てた金ぴらも、最もパンチがあったのは、エビハラだと語るほどである。 また精神力も高く、試合中に拳を骨折しながら試合終了まで耐えることもしばしばであり、エビハラを含む多くの世界王者を育てたメイトレーナーエイディタウンゼントも後に一番ガッツがあったのはエビハラだった。エビハラは本当の男だと語っている。上記の通り、その強打からボクサーとしては致命傷とも言える7度の拳の骨折を経験した。 二度目のタイトルを獲得したホセセベりの戦では、試合前に骨折した右拳に打ち込んだ麻酔が、試合中に切れてしまった上、途中左拳も痛めたが、激痛をこらえて、フルラウンドを戦った。また、現役最後の試合となったバーナベ・ビラカンポ戦でも、試合序盤に、右拳の骨折と左肩の脱球を引き起こしたが、フルラウンドを戦い抜いている。引退後は、 共栄事務のトレーナーやテレビ東京の解説者を務めた。1986年8月、娘を交通事故で亡くしている。その後、過度の飲酒により肝機能障害を患い、1991年4月20日に51歳の若さで死亡。原田は、俺は親の葬式でも泣かなかったが、エビ原が死んだ時は泣きまくったと大ショックを受けた。ありがとうございます。